9月17日、枕崎市の総合防災訓練が行われました。会場の立上中学校には、枕崎市内73の公民館から200人余りが集まり、消火訓練や心肺蘇生の訓練などを行いました。また、消防によるドローンを使った状況確認、県の防災ヘリによる上空からの救助訓練も行われました。また枕崎市にある鹿児島水産高校情報通信科の生徒8人が訓練に参加。災害時に臨時で設置される FM ラジオ局、臨時災害放送局の運営について、実際の機材を使用した訓練を行いました。各地で行われる防災訓練、ぜひ参加しておきましょう。